はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルラントにようこそ。ですね、今後ろにトレックエモンダ、置いてあります。でね、エモンダでよく問題になるところ、まあトレックのこのね、タイプ、こうまあ普通にペダルするじゃないですか。だけどこうなんかね、あ、なんかちょっと最近ペダル調子悪いなとか、あ、なんか音が変な音がするようになったなとかね、そういうことがねあると思うんですよ。で、欠点の一つとして、このねトレックについてる BB90 っていう BB がここにあるんですけど、それがね結構傷みやすい、ちょっとね問題があるんですよ。それをねちょっと説明していこうと思います。はい、今から外していきます。まずね、その前にこの動きをこうちょっと確認しておきます。こんな感じ。はい、どうでしょう。まあわかんないですよね。僕はこうやって今 手の感触をこう見てます。で、実際走ってもいるんで、足でもこう感覚は覚えてます。で、それに対してどうかなっていうところをこれから見ていこうかなっていうふうにも思っています。その辺が変化するかどうかっていうのもね、非常にちょっと楽しみではあります。はい、ではですね、まずはねこう BB 取っていかないといけないんで、ちょっと、まずはこのチェーンクランク外していこうと思います。はい、ではですね、チェーン外していきます。はい、クランク外した時に今向こうが落ちましたね。今この向こう側にパッキンが落ちました。これちょっと後で説明します。ここにもね、もうパッキンが外れた状態になってます。これも説明します。こいつもね、もうかなりグラグラです。向こう側もグラグラかな、だいぶこう手で触っただけでグラッとするようなぐらいの感じです。なんでこれ多分ね、抜く工具なくても抜けてきちゃうと思います。ほら、取れちゃうでしょ。これぐらい簡単に取れちゃいます。多分ね、向こう側はもうそこまでやる必要もないんじゃないかな。もうかなりゆるゆるになってます、こっち。あ、はい、取れちゃいますね。これもうね、結構スカスカで軽く取れてきちゃいます。なんでかっていうと、ここの受け側の方が樹脂製になっていて、こう なんだろう、プラスチックの水道パイプみたいな、そんなような感じの樹脂になってて、なんでこいつを何度も入れたり出したりしたりとか、まあ踏んで回すことによって、こうある程度動きがあるんで、そのせいでだんだん緩んできてしまうというようなことが起きます。はい、なんでね、結構このタイプの BB90 はこの中に水が溜まってしまって、このベアリングが錆びてきてしまうってことがよくあります。そういった事例が非常に多いんで、ここはねちょっと注意してみてください。でね、これを解決するような製品が、杉野さんから出てます。杉野エンジニアリングから出ているこの、BB90 スーパーセラミックバージョン2という、のがあります。まあ見た目は一緒です、さっきのと。こういうこのこっちから見たね、色はちょっと違いますけど、まあこれどんなものかっていうのをちょっと詳しく見ていきましょう。はい、ではですね、ここに先ほどのベアリングと、あと杉野さんのこのスーパーセラミックバージョン2、これちょっとここに出していきましょう。はい、こんな感じで2つ入ってます。で、まずちょっとね、こちらに何だろう、これはパッキンかな、スペーサーになるんですね。はいはい、クランクに左右のガタが感じられる場合はこのスペーサーをここに入れてみましょうっていうやつですね。はい、これ日本語と英語、書かれてます。はい、こういうやつですね。
非常にありがたいですね、こういうの。はい、じゃあこれはねちょっと横に置いといて、あと説明書もあります。まあ説明書ちょっと見ながら、やっていきましょうか。グリスをつけてくださいとかそういったことも書いてありますね。はい、あではねちょっと見ていきましょう。まずはこのね本もそのもの自体を見ながらちょっと説明していきます。はい、こういう感じで、はい、じゃあ2つ比べてみます。はい、どうです？こっちから見るとねほぼ一緒なんです。横から見ると違う。何が違うかというと、このベアリングのところにここ1本線入ってますよね。これこっち入ってないですよね、線が。これ何かというと、ここにガスケットリングが入っていて、まあこれが、この雨水とかね 水が流れ込んできたのをここで抑える仕組みになってます。そんな感じです。あとですね、この外側のこのパッキンになっているこの部分、これが裏側までこういう、こっからこういう感じで筒状になって反対側まで飛び出しています。逆にこちらの場合は反対側に飛び出さずにもうここだけで完結してますね。その辺の違いがあります。それでだいぶ変わるんでしょうかね。はい、あとですね、あのメーカーさんの方からの注意事項で、これなんですけど、ベアリング、セラミックのベアリング中に入っていて、グリスも綺麗に入ってます。でこれ今最高の状態で入ってるんで、絶対にバラしてはいけないらしいです。バラしてしまうと逆に動きが悪くなるはずなので、絶対にしないでください。この状態をキープするのがベストらしいですよ。そこは注意してくださいね。はい、そんな感じですね。なんかすごいですよね。そのあたりのね、分解しないでねというのはここにも書いてあります。それであと取り付けた時にね、この縁っこのところ、カバーのところのカバーのところは、あのカバーリップっていうらしいですけど、このカバーリップ、カバーリップは定期的にメンテしてくださいねっていうことです。はい、はい、ではですね、これちょっと気になるのはもちろんこれです。重さ気になります。金属製からセラミック製の BB になることによって重さが変わるでしょうか。はい、今までついていたのが 24.69 の重さです、はい、で新しい方ね、グリスが結構ついてるんですけど、その状態で 20.66 を 5g 軽くなってます。おお、軽くなるんですね。これは嬉しいです。はい、はい、重さの方は以上です。はい、ではね、これを取り付けていこうと思います。はい、これから取り付けしますが、こちら綺麗に、掃除しておきました。今ねピカピカです。こんな感じです。ここに装着していきます。はい、この BB、ここに取り付けていくんですけど、やることがあります。まずここの周りグリスアップしてください。先ほどのね説明書にもありました。これ向こう側も同様です。でこれ取り付けはめて、この圧入工具使って、ゆっくりはめていきます。はい、ではですね、グリスアップしていきますよ。結構ねここのグリスはしっかりつけちゃっていいです。ではね、はめていきます。まず軽く両側合わせておきます。はい、ここはねガーンとかってやらないでくださいよはい、でこいつを止めます。はい、ピチッとはまりました。これでね、あとは
17mm と8mm で回していきます。はい、はまりました。はい、圧入できました。これはね、あの島の製の圧入工具です。はい、これでね、いい感じではまってますよ。動きはどうですかね。はい、こんな感じでね、綺麗にはまりました。非常にいいですね、いい感じですね。あの見た目もなんかいいんじゃないですか、黒で。うん、まあこんなもんですかねはい、ではね、クランクはめていきます。まあ通常通りキュッと手前から押してはめるだけです。はまる時の感じがだいぶこう スムーズな感じですね。結構いい感じですよ。こうなんかね、ガタガタしてない感じがします。一応ね、先ほどついてたパッキンね、入れときます、こっち。はい、はい、はまりました。そしたらこれはめていきます。なんかね、もうこれこの時点で、あースムーズ、すごい、これすごいな。もうこれはね、うなりますね。これはうなる、うわーって感じね。これがトップメーカーのセラミック BB かって感じですね、やっぱり。いやすごいですね、これすごいです。あー、これいいわ、これいいわ、これこの感じはもうね、こう滑らか、こうね、ただくるくる回るとかそういう感じじゃないんですよ。滑らかなんです、動きが。いやすごい、これはすごい。ではね、あのこのままはめていきますよ、チェーンの方。いやー、これは楽しみですね。いや、間違ってますね。はいはい、いや、すっごい楽しみ。はい、装着終わりました。で、ここ閉めとかないといけないね。ではね、ちょっと動き見てみます。もうね、ここまで来ると、あー、けど軽いわ、いい、これいいわ、わかる。あのね、こう回した感じでチェーンとか他のものをね、もう伝わってくるんですよ。だけど、あのね、さっきとは違います、もう全然感覚が。あー、すごいすごいすごい、いいですね。はい、スーパーセラミックバージョン2というのを、装着しました。ね、これなんでバージョン2っていうかというと、バージョン1の方は先ほどのね、こちらと同じような感じで、あのここの溝のところに、溝がなくてガスケットはついてなかったんですよ。それをより、あの防水効率を良くしようということで、先ほどのような、ガスケットがついたのがバージョン2になります。Amazon とか楽天とかのネットではね、ちょっとまだ買えないんですよ。ただ、杉野さんの方の、ホームページの方では紹介されてますので、下のね、概要欄のとこにつけておきます。あとですね、あの最寄りの、ショップとかでしたら、注文できます。うちの近くだと、瀬戸シナノサイクルとかね、そういったところで注文できるんで、ぜひそういったところで、注文してみてください。そこではね、サイクロイドとかもね、注文して買ってらっしゃる方もいたんで、はい、ぜひね、どし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 と、はい、ぜひね、そちらで注文してあげてください。
ではですね、今回の動画はこれで終わろうと思います。今回の動画面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録などの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなのを配信しています。そしてチャンネル登録はこちらのボタン、よろしくお願いします。